ケダイネーは、リトアニア中部の都市。リトアニアの都市の中でも最も古い都市の一つ。ネベジス川沿いに位置している。人口は3万835人。1372年のリボニア年代期、ヘルマンでオートバージで初めてこの都市について言及されている。町の旧市街地の歴史は17世紀にまで遡る。その他、キダン、カイダン、キドネ、キーデン。 クイダにキダイニアイとも表記される。ケダイネーに向かうスウェーデン軍の後進17世紀に、ポーランド・リトアニア共和国とスウェーデンの間で、戦争が起きた、大洪水時代には、ケダイネーは、戦場となった。1655年には、ケダイネー城にて、ヤヌシュラジビューラによって、スウェーデンとの間に、ケダイネー合同が結ばれた。これは、ポーランド・リトアニア共和国を否定し、 リトアニアとスウェーデンとの国家連合を目指すものであったが、結局は失敗に終わっている。現在ではラジビウ家の城はほとんど残っていないが、1631年に建てられたカルバン派の地下聖堂には、クシシュトフラジビウやその息子ヤヌシュの墓を含む一族の墓が残されている。16世紀後半から17世紀にかけて、アンナラジビウの改修に伴い、 スコットランドからプロテスタントが多く到来した。プロテスタントは19世紀半ばまで町で影響力を持っていた。また、土地の風習により、町を訪れる者は、町の建設に用いるための石を持ってくるよう求められた。1940年まで、約300人の生徒や教師を、ケダイネーからミルのイエシーバーに排出してきた。しかし、ナチドイツが、 リトアニア侵攻すると、1941年7月には、83人のユダヤ人、男性、12人のユダヤ人、女性、14人のロシア人共産主義者、15人のリトアニア人共産主義者、そして1人のロシア人ソビエト人民員が殺された。冷戦期には、巨大ネ A に空軍基地が作られ、ソビエトの空軍輸送部隊の施設が置かれた。長年、 ケダイネーでは、化学処理や、食品加工などの産業が栄えてきた。1963年1月には、ケダイネー化学工場が創業しているが、硫酸を大量に排出したため1980年代には、抗議運動に発展した。ありがとうございます。